師走を鮮やかに彩る冬の花シクラメン。今日も朝から出荷作業に追われていましたが、実は一部の品種の開花が遅れています。早く咲けということで、天気だけは何ともならないなというのを実感しております。日中暖かな日差しが降り注いだ今日、出雲市氷川町の曽田園芸では、この季節を彩るシクラメンが出荷のピークを迎えています。ハウスでは60品種およそ1万鉢が育てられていて、関西や九州などに出荷。連日職員が花びらや葉のチェックを行っています。例年ここで育てられているシクラメンは今月中旬までに花を咲かせ出荷されていますが、今年は少し変化が。開花のピークを迎えているシクラメンですが、中にはつぼみのまま開花が遅れているものも今年は多く見られます。一部の品種は先月の気温の影響で例年より1週間ほど開花が遅れているものもあるといいます。気温が高かったのは初めてかもしれません。普通に夏が来て普通に秋涼しくなってくれないと、なかなかお花もちょっと花を咲かそうかっていう気にはならないと思います。はい、曽田園芸によりますと、シクラメンはハウス内の室温が18度を保つと開花が進むということですが、今年は先月の暖かな気候でハウス内の温度が25度に上昇、そのため開花が遅れたと見ています。また例年年明けに花を咲かせるクリスマスローズですが、こちらはなぜか1ヶ月半も早く開花したものも。先月の暖かな気候で花の周期が狂い早く咲いたと見られています。気温によって大きく左右される冬の花。曽田園芸では年末年始に玄関や庭先に飾れるよう温度管理を行い、開花を調整しています。